にちは、真岡文治でございます。真岡市といえば、いちごとちおとめでございます。ぜひとも今日ですね、真岡歌舞伎の名前を覚えていただいて、栃木県真岡市まで来た際はいちごを食べてください。どうぞよろしくお願いします。よっちょれよっちょれ。